今日はこれ作りますよ。豚バラもやしにんにく醤油炒め、これ使ってスタミナ丼的な豚バラ、あ、豚肉でね作って、あとそこの周りにカレーだから豚スタミナ丼カレーみたいな感じのアレンジメニューでいこうかなと思います。できました。これがですね、スタミナカレーみたいな感じですかね、いろいろと使って豚の豚丼みたいなものを、豚丼作った周りにカレーをこう巡らしたって感じですかね。がっつり系です。でまた例によってこのサラダですね、ブロッコリーと今日はをいこうかなと思います。これで今日は行ってみます。札幌ラガーですね、ラガーを行ってみます。札幌じゃねえや、キリンだ、あ、札幌赤星ですね、赤星行きます。札幌ラガーですね、行きます。あ、うまい、冷たい。いや、サラダから行きますよ、とりあえず。うん、うん、ほうれん草だな、ブロッコリー。なるほどね。じゃあこのスタミナカレーを行ってみます。スタ丼のところから、これはね、なんか、ね、豚肉もやし炒めっていうのの町中華系の簡単に作れるやつので作ってみたんですけど、これ行ってみます。かなりパンチがありますね、うまっ。これだけでも全然いけますよ、これで豚丼だけでも全然うまいです。じゃあそこにチーズの濃厚チーズカレーですね、一緒に。だいぶ濃厚になりますね、これは。いきます。このカレーと結構チーズ効いてるな、本当に。結構チーズ入ってますよ、うまい。ああ、パンチがある。じゃあ卵黄ね、潰していってみますよ。こんな感じで、うまいですね、やっぱりまろやかになりますよ。このスタ丼が結構濃厚かなと思ったんですけど、カレーが負けてないんですよね。だいぶ濃厚プラス濃厚です。ああ、これ暑い日にはぴったりですよ。パワーがつく感じがありますね。じゃあ最後にいきます。うまっ。ああ、今ゆっくり食べます。今日ちょっと遅いんですよ、もう4時過ぎちゃってて。病院行ってたんですよ、僕。僕ね、尿酸値とね、中性脂肪が高いんですよ。それで月に1回病院行って、まあ、検査してもらいつつ薬をもらうんですよね。尿酸値が高いんで痛風とかに、ね、なりやすいんですよ。でこの時期とか暑くなってくるとね、水分が足りなくなってくるじゃないですか、脱水みたいな。特に夜とかね、そうなるとね、血中のね、尿酸値がねやたら上がって痛風発作なんて起きやすいので、それでずっと薬でね、尿酸値をずっと下げてるっていうのをやってて、ただ今日混んでるんですよね、コロナでね。ワクチン打つ人も多くて、なんだかんだでね、10時に行ってね、終わったのが1時ぐらいだったんで、結構な時間になっちゃいましたけど。昨日僕、視聴者の方が LINE いただいて、なるほどなって思ったんですけど、まあそろそろね、月末でシュガーも近いじゃないですか、もうそろそろですよねって話になってて、その視聴者さんが言うにはね、たけるくんのシュガーは最近ね、千と千尋が始まってから、モネちゃんの千秋楽を終えてからやってるって言うんですよ、3月4月は。なるほどなと思って。でもまあこれ、それで今月は明日が千秋楽なんですって。だからその明日の千秋楽を終えて金曜日でしょ、まあもし土日月火ぐらいでやれば、まあそれはもう革新的じゃないですかね。モネちゃんの千と千尋の千秋楽を終えるっていう気遣いでやってるのかなっていう風になってくるんで、それがもし本当にそういう風にたけるくんが思ってやってるんだろう、よっぽどの僕は気遣いだと思うんですよね、モネちゃんに対してのね、リスペクトっていうんですかね。まあ千と千尋も見に行ってるわけですから、佐藤たけるくんはね、自分から自らね、行きたいって言ってチケット取って、まずモネに連絡したけどチケット取れなかったと。で長澤まさみさん系列かどうかわかんないですけど、東方経由で取って行ったと、3人でね。まあそれぐらい見たかった。だからやっぱりそういうふうに、それを演じているモネちゃんにリスペクトを持って、千秋楽をあえて終えて、ね、まあ、たけるファンだけじゃないでしょうからね、シュガーを聞くのはね、見るのは。
モネファンももちろん竹モネファンも多いでしょうから、まあ、そういうところに気遣ってやってるのかなっていうところを考えるとね、ものすごい気遣いの人だなと思いましたけど、ちょっと今日はあんまりねだからやれないんですけど、モネちゃんのやつがいろいろあるんですけど、1個カムカムエヴリバディの五冠達成ってやつですかね。主演賞は菅田将暉、上白石萌音。なるほど。ザ・テレビジョンですか。ザ・テレビジョンの送る第111回テレビジョンドラマアカデミー賞ですね。それの8部門の受賞作、受賞者が出揃った。で、最優秀賞は、カムカムエヴリバディですね。NHK の連続テレビ小説。ヒロインが3人という試みが斬新で、新鮮で飽きなかった。伏線回収してのハッピーエンドが見事と、多くの視聴者からの拍手を送られたと。同作は作品賞の他に、初代ヒロインの安子演じた上白石萌音が主演女優賞。だから、萌音ちゃんに送られたんだなってことですよね。まあ、確かに萌音ちゃんが引っ張った部分が大きいかもしれないですね。安子の夫、実を演じた松村北斗が助演男優賞。で、脚本は藤本さんで。ドラマ、総務省は、アルデバランね、アイさんね、すごいじゃないですか。5部門を制したってことですね。主演男優賞は、あ、ゲック、ミステリーという、彼。これも視聴率良かったんですよね。の菅田将暉さん。あ、なるほど、なるほど。助演女優賞は、妻小学生になるで。名演派10歳の、前田ののちゃんってね、女の子ね、めちゃくちゃうまい子ですよね。あ、まあ、あの子はまあ、しょうがないですよ。取るでしょうね、と思います。視聴率ね、あんま良かった。視聴率あんま良くなかったですけどね。ドラマとしては僕は最高のドラマだなと思って。まあ今それに値するのが、昨日やってたナンバー MD5 と、あとヤンゴトナキなんですけどね。今日やるね。フジテレビ最近ドラマ頑張ってんなと思ってるんですけど。で、ドラマアカデミー賞の特設説では各受賞者のインタビューは過去の受賞欄などを掲載している。最優秀作品賞、カムカムエヴリ。主演男優賞、菅田将暉。主演女優賞、上白石萌音。助演男優賞、松村北斗。助演女優賞、前田乃々。脚本賞、藤本幸。監督賞は、ミステリーという流れの人でね。で、ドラマソング賞は、アルデバランってことですね。受賞インタビューもあるね、これ。上白石萌音は受賞を受けて、安子が幸せの絶頂にいる時も、苦悩のどん底にいる時も、必ず誰かが手を差し伸べてくれたかのように、私も、キャストスタッフの皆様、常に、支え導いていただいていましたと振り返った。そしていつでも明るく朗らかな、まさに日向の道のような撮影現場が大好きでしたと、劇中のキーワードも交えて作品への愛情を語った。朝ドラのヒロインの大役を見事に務め切った上白石萌音、最後は皆様への感謝とたくさんの学びとカムカムエヴリバディの一部になることができた誇りを胸に、これからも精進してまいります、ありがとうございましたと感謝の言葉で締めくくっただそうです。素晴らしいですね、萌音ちゃんね。萌音ちゃんの話が結構いろいろあったんですけどね、ちょっと時間ないんでまた改めてありますよ、明日に。でまあね、深ちゃんも良かったし可愛さも良かったんですけどね、萌音ちゃんがねその賞をもらったってことで素晴らしいと思います。